サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 AWS セキュリティハブに新しいセキュリティコントロールが追加されました。今回9個のコントロールが追加されたことにより、セキュリティコントロールは418個となりました。 Amazon クイックサイトがコントロールのパフォーマンスを改善しました。これまでは変更が行われるたびに関連するすべてのコントロールがリロードされるのを待つ必要がありました。今回のアップデートにより、読み込みがバックグラウンドで行われるようになったため、ほとんどのコントロールにすぐにアクセスできるようになります。 Amazon RDS と Aurora 向けに新しい MySQL ODBC ドライバーが利用可能になりました。 ODBC ドライバーとは、アプリケーションプログラムがデータベースを利用する際の DB 接続やクエリ実行をサポートするミドルウェアです。特徴としては、MySQL や PostgreSQL 等の異なる RDBMS に対して利用可能な汎用的なインターフェースを提供している点です。 MySQL ODBC ドライバーはドライバーの中でも特定の RDBMS に特化したネイティブドライバーに分類されるものです。今回のアップデートは OSS で新しくアドバンスド MySQL ODBC ドライバーが利用可能になったというものです。サーバーワークスメールマガジンでは毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。